2日目今日は TRE のリハーサルとインタビューとかそういうのもろもろがあるんですけど、今 TRE の会場に初めて来ました。3年ぶり4年ぶりの開催なんですけど、早速会場に行ってきたいと思います。こちらメインステージです、ね、でっかい、あ、今回温泉だって、ゆ、すごい、お寿司だったんだよ。お寿司になって、お寿司になって回ってたの、私たち。今回温泉みたいな風で回るらしい。これお湯じゃないわ。本物ではないけど。煙を出してるんだ。私の大きいさポスターあるかな。この時めちゃくちゃまだムチムチしてる。私今あと8キロ違う。戻ります。時間がない。私は前回の TRE も参加させていただいたんですけど、ここのセットを一番楽しみにしていて、今回は温泉なんだと思って、すごい日本の文化でもあるので、すごくなんか嬉しいなという気持ちになりました。温泉に浸かってるような気持ちで今回は撮影されたいなと思います。楽しみです。で、私は AV 女王を引退させていただくんですけど、 TRE に出演させていただくのも多分今回が最後になってしまうのかなと思うので、ちょっとね、台湾のすごく大きいイベントなのでね、今回すごく楽しみにしていましたし、台湾の AV ファンの皆さんと楽しい思い出を最後に作りたいなと思っております。イーズオンファンチャンヨーヤー。それがすごい嬉しくて、台湾の方が言ってくれるので、いつも台湾に来るとそれを思い出します。台風やばい、わかんない、その状況が。明日大丈夫なの？ミラ来れるの？ミラってヤブに来れるの？あ、やばい、やばい、明日やばい、台風、あ、台風、夜の方がやばい。あ、夜風マークが、私服にもう着替えてる。私服に着替えてまた違うでください。え、まだあるの？まだ、あ、終わりやと思ったのに。マジやで。これからレッドカーペット入場やってきます。初めて今回ファンの方に会います。昨日は記者会見とインタビューだったファンの方はいなかったので、今日初めてファンの方にお会いしますね。私の今からの緊張する点としては、やっぱり総勢30名の女優さんがいらっしゃいますので、その間ずっとこうヒール履いたまま立ちっぱなしということがありますので、私はヒールを履いたまま立ちっぱなしが苦手なんです。ずっと写真とか動画とか多分撮られるので、ちゃんとねこうやって美しく撮っていなきゃいけないということが、やっぱ集中力のない私にとってはとっても大変なことであります。頑張ります。毎日このガトシーロを貼る作業がある。
るんです。これを毎日取ったり剥がしたり取ったり剥がしたり大変です。頑張れじゃよいやめよいやめよせーの、いくあなおさあさあ、よーよー大先生、大家好大家好皆さん、いくあなさあさあ、よーよーありがとうございます久しぶりの TRE ということで、私にとっては今回が最後の TRE になってしまうかもしれないので、皆さん TRE の三上には目に焼き付けてください。3日間よろしくお願いします。これからインタビューです。イザミ、この10分でイムちゃんが髪型を変えてくれました。ハーフついて次はまた違うステージですね。メインステージの挨拶した大きいステージで。せーの、いくあなおじゃよせー。はい、皆さん、こんにちは。あ、さっきより人が増えてますね。よし、ラーまだ連続。すみません。あ、皆さん、あ、可愛いです。どこから来ましたか？ジャパンのどこ？千葉から。せーの、いこう、あが、三三四や。半分ぐらい終わった？半分終わりました。怒涛すぎて半分らしいです。まだイムタン。青グマできちゃったの？殴られた。私のコンディションはいい感じだよ、イムタンのおかげで。台湾やっぱこういうツインテールとかハーフツインとかファンの方が好きな髪型がよく見れますね。こんな感じで、水着を着ております。さっきはドキドキタイムっていうね、ツーショット撮影とかをしてました。で、次はメインステージで特典会みたいな、抽選会みたいなやるみたいです。ちょっと今待ち時間みたいです。みんな今疲れ切っちゃっています。でもさ、ずっとさ、ファンの方にさ携帯で撮られるから、もうビジュアルが崩れたら本当に自分が損しちゃうので、常に整えてないといけないんです。3日目とかはもうこんな感じかもしれないね。カヘミ、今日髪の毛洗ってないもんね。今日も寝坊したもんね。もう株式会社ミスは寝坊したら減給するということを今日決めましたので、気をつけてください。 YouTube じゃ怒られる。はい、皆さん楽しんでますか？天気も良くなってきましたよね。そうですね、良かったです。皆さん最後まで楽しんでいきましょう。3、2、1、ゆわちゃん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 、他已经兴奋到不知道用什么姿势了。看一下我们大会的镜头，看一下大会的镜头，看看看，快快看。
1日目いい感じじゃない、ね、おばあちゃんどう？かわいいわ、美しいわ、最後はゴージャスのこんな部屋が見れる祭典ですね。確かにこんなやることないだから日本のファンの方に来てくれてこんなに変わることないね、多分一日で私は撮ります。もう少しから視線お願いします。哇，太美了，太美了。はい、今日最後のイベントになります。皆さん最後まで楽しみましょう。这是最后一个桥段，大家要一起开心到最后。耶、yeah! yeah!。セカンドドキドキからね休憩がなくてファーストドキドキまでは結構うまく波乗れたつもりだったけどセカンドドキドキからもう休憩時間オプソヨでもう弾丸でラッシュ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 ということで2日目は最後こういう感じでちょっとチャイニーズみたいな、あんまり普段
できないというかしない感じですよね。今日は水色のドレスで昨日とはまた違った雰囲気で終わりを迎えました。ということで今日は、一回また帰って一回寝ます寝てからちょっとマッサージ行ってまたご飯食べたいと思います。おやすみなさい。少女そこに置いてあった段ボールを持ってきてパワーがないので段ボールどうにか寝ようと策を講じました。結構あのいろんな現場で寝てきたんですけど段ボールもあんまりないですね。なかったですか。いや、あるはあると思います。でも床に直寝してた時もあったから直寝もあります、うん、でもさすがにあの絨毯とか、うん、とこで、でも一回なんかさ試着室のあの床で寝てたよね。寝た寝たある寝たこと試着室の パーテーションっていうかさあのカーテンみたいな懐かしい。本当に睡眠落ちすぎて睡眠の歴史今日はちょっと3日目なのでもう睡魔が落ちてきますので後半に向けてあのどん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 疲労が蓄積してくるから今にちょっと溜めておきます。おやすみなさい。そうそう起きよう。あと3分。寝ましたんで復活しました。目が開いてる。あれどんぐらい寝た。でも20分くらいかな。ということで今日も最後まで皆さん水分取りながら楽しんでください。ありがとうございました。台湾のショーガールの方たちとてもセクシーで関わってみようかなと今日は思いました。とてもセクシーです知ってる。何で知ってくれてんだろうって。
合唱，我们就合唱，谢谢。好，下一首歌《再见吧》。嗨，皆さん、楽しかったですか？はい、お疲れ様。耶。嗨，PV も残り少なくなってきましたが、最後まで楽しめますか？耶。最後ありがとうございました。今から温泉寿司ロールに行きます。イエーイ。あと2工程で終わりです。今日もう最後の温泉寿司ロール、もう回転することは今後ないかもしれない。ゆかさん、酒以外にさ、アイテム欲しい。壊した厚缶、あげに壊した厚缶はもうやだ。もうあの、厚缶は壊れちゃったから、トラウマだよ、トラウマ。お疲れ様でした。終わってね、あのテンションが良くてナチュラルハイってやつ、嬉しいね。打ち上げのご飯行かなきゃ、打ち上げの飯に行くのでアリーナにも絶対来なきゃいけないんだよって言われたから、顔出さない、出すので、あの顔を出すので今からね、ちょっと行きたくないですよ。そんなことないですよ。私はちょっとコミュ障なので、あんまりそういうところには顔も出せないタイプなんですけども、ちょっと最後までね、ちょっと思います。ちょっとこのキラキラだけ撮ってちょっといこうかなと思います。皆さん本当にありがとうございました。来てくださった方、台湾の皆さんもね、あと香港とかシンガポールとか、マカオ、あ、マカオとか、マカオ、日本のいつもイベント来てくれる方も結構来てたよね。本当にありがとうございます。各国から、嬉しいですし、まあ、もちろん台湾の方はね、久しぶりに会えたので、3、4年ぶりくらい、リアルイモとか
当にありがとうございました。温かい応援を今後もよろしくお願いします。ということでご飯行きます。シンクは人だけで温かい雰囲気の結婚式の方がいいのかなと思ってるので、まあ、家族とかそういういつも大事にしている人たちに感謝とか伝えられたらいいのかなと思います。